難しい部分があるんですね、はい、まあ、初めての試みですからね。そうなんです、はい、では選手の演技をご覧いただきます。セカンドハーフの一番滑走です。このセカンドハーフは夕方6時スタートとなりました。フィンランドのキーラ・コルピ18歳の選手です。世界選手権は2年連続2回目の出場です。昨年はトリノオリンピックも経験しました。非常に綺麗な選手です。それこそ出場選手の中でも、はい、ナンバーワンと言ってもいいくらい美人ですよね。そうですね、はい、ジュニアの時からね非常に姿勢もいい、まあ、顔も美しい、はい、いろんな意味でね注目された選手なんですけどね、うん、そして性格も良さそうですね。はい、もう非常にね素直ですよね。はい、フィンランドの選手っていうのはね本当に滑りも綺麗なんですよ、もうこれも本当にみんなそうなんですよね。そうなんですね、ジュニアまでそうですもんね、はい、グループ5の一番滑走キーラ・コルビです。もうこの選手はジュニア時代からなんですが女子の選手としては非常に珍しいループジャンプが得意なんですね、はい、でコンビネーションやなんかでも大抵トリプルループからのコンビネーションというふうに、まあ、飛ぶケースが多いんですけどね。今回もそれを予定しています。トリプルループダブルトーループのコンビネーション、今シーズンはすっかりもう大人の雰囲気になって非常に滑りも大きくなってますね。これはバランス崩しましたね。ステッピングアウトマイナス2。女子の場合はスピンの中にレイバックスピンを入れなければいけないわけですね、まあ、サイドウェイかレイバック、まあ、回転はポジションに入ってから8回転。これもステップの中でスパイラルは女子のマストのステップですね。3秒間ポジションをキープしなければいけない。それと同時にやっぱりレベルを上げるためにはバックのインサイドとかですねいろんなポジションをやらなければいけませんからね。ステップアクセルがマストですから今のはアクセルにもならないですからね。ジャンプで2つのミスは大きいですね。そうですね、今年のヨーロッパ選手権の銅メダリストフィンランドのキーラ・コルピです。まあ最初のジャンプはステッピングアウトですからジャンプとしては、まあ、一応回転をしているジャンプだということで認定はされますけれども、はい、まあ、実際のジャッジの評価はもう当然ステッピングアウトマイナス2っていうまあ、マイナスの点がついてしまうわけですね、はい、それと2つ目 の、まあ、大きなミスっていうのは2つ目っていうか、まあ、一番大きなミスはですね、はい、アクセルジャンプが回転もしてない、ね、1回転もしてないという形になりますから、動作としてはアクセルのムーブメントだけれども評価はゼロ。そうなんですね、やったことにならないわけですよね、小田選手と同じですね、まあ、はいはい、これは大きいですね。
これが最初のミスですね。まあ、あの非常に滑りも綺麗ですし表現もいい、それからまあ質もいいんですけれど、やっぱりショートプログラムは絶対やらなきゃいけない、はい、8つの要素ですよね、はい、で女子の場合にはダブルアクセル、それから、まあ、これなんかねもう1回転もしてないわけですからね、でダブルアクセル、それからステップからのトリプルジャンプ、それからダブルトリプルの以上のジャンプコンビネーション、それからスピンがレイバックスピンかサイドウェイのスピン、それにフライングスピン、それからスピンコンビネーション、それにスパイラー、それからステップ、この8つですけどね、そのうち2つが大きなミスですからね。まず技術点テクニカルエレメンツが出ました。 25.97 です。非常に低くなりますね。そうですね。そして5コンポーネンツ、一番上と一番下は6点台に乗せましたが、他は5点台にとどまりました、本来ならね全部6点台以上が並ぶ力を持ってますけどね、全体に影響してますね。ショートプログラムは 49.63 でした。彼女は23番滑走になります。ここまで滑った中での第2位です。